はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。まずは人気ランキングからジャンプユアウェイというコースやっていきましょう。さあ、頑張っていこうか。確かクリア率が 2.26 とか、ちょっと待って、これすぐ始まる。こんな感じ、オッケー。やべ、急げ。ほい、よし、ナイス反応。やば、ちょっと待って。ほい、オッケー。ダメくせえ。これもうこんな感じで一気に急いで、ほいって言って、ここ、ほい、踏んで、急いで、こうか、オッケー。よーし、さて中間、ちょっと待って、もう始まる、うわ。これ中間取ったらすぐ死んじゃうの、どうにかなんないかな。よし、こう、あーら、ほいと、踏んで、踏む、急ぐ、ほい、ここ、オッケー、ほい、よし、いいね。で、ここ、オッケー。よし。これで二つ目の中間、オッケー。多分もうこれ急がないといけないや。ほい。危ねえ。ほい、よし。で、ここ、早すぎたか、今のは。ほい。ほい。ナイスタイミング。で、ここ、こんな感じで、ほい。クリボ踏んで、ビョンって飛んで、ほい。急いで、ドカン入る。オッケー。多分これでクリアかな、オッケー。よし。最後にこいつを踏んで、よくでしょ。1アップかな？オッケー。こいつら取って、ポイント取って、これでゴールド。ありがとうございました。ホーンテッドガレオン、こちらやっていきましょう。クリア率が 0.96% と。なんかすげえね、サムネ見た時点です。楽しそうだなって思ってね。夜の飛行船だろ？ちょっと特殊な動きをするんだよね、敵が。さあ、気を取り直していこうか。ほいっと、こんな感じかな。で、Z。ほい、ほい。ほい、なんでーほいっと、ヒップ。ほい。よし、これでいける。ほい。壁キックかな。ほいっと。ほい。で、戻るのかな。ほいっと、3段か。ほい、くるっと、2段、3段。で、これ踏んで上、OK。よし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 。さあ、中間か、オッケー。で、ヒップ、こう行く。急げ！ほい、こんな感じかな？くるっと。で、こう。どこに行く？そこか。まずい、まん、あ、ダメだったか。ほい、くる。よし、危ねえ。ヒップ。で、ここ。いや、危ねえ。今、頭ゴンって一瞬したよね。大丈夫かな？ここ？あ、なるほど。ピース。よし。こんな感じかな？よし。3段。オッケー。よし、いけた。ふぅ、さあ、第2中間か。ほいっと、くるってしてよかったかな？で、Z。ほい。で、そこか。そこか。Z。ほい。で、ここ。よし。なあ、むず、これ。え、待って、むずいぞ。よし、ほい、ほい、ほいって言って、Z、さあ、こっから、ここ、マジでむずいんだよな。よし、いけた。で、ほいと、よし。で、ここ、ほい、よし、いけた。で、このドア入って、どうなんだ？あー、まだ続く、Z。いやー、ちょっと、それは聞いとらん。その初見殺しやめてくれよ、頼むから。ほいっと、くるってして、なあ、くそ。あ、待って、やっちまった。いやー、最初からやり直しまった。これ最初からだいぶむずいんだよな。はい、ただいま。よし。こっから集中。これくらい。よし、オッケー。いけたー。いやー、なんかすげーな。なんか夜の飛行船の改造コースって結構珍しくて、なんか新鮮な気持ちだった。うわ、タイム更新した。やった！なんか人気ランキングの改造コースでベストタイムってなんか何気に初めてじゃないかな。なんか嬉しいな。いや、これ楽しいな。これすげえな。この人ちょっとフォローしよう。さて、無重力バネバネ上がりというこちらのコースやっていきましょう。これね、ちょっと気になったのがベストタイムがね、12秒なんだよね。つまりこれ制限時間10秒じゃないんだよ。
なのにこのクリア率30秒もあんのか時間。なら案外いけるんじゃないのこれ。んー、ちょっと待って。ほい、よし、ほい、オッケー、落ち着い、うえ。なるほどね。よいしょ、ほい。一段一段ゆっくり行かないときついな、これは。なるほど。ちょっとチャートっていうか、どれくらい、左右調整を入れたらうまく登れるかっていうのをまず、調べていかないといけないな。ほいっと、ほいっと、ほいっと、よし、ほいっと、ほいっと、よし、いいよ。パターン入ってる、パターン入ってる。よし、うー、入ってない、まずい。急げ。ほい、よし、ほい、オッケー、ほい、オッケー、いける、これ。おっしゃいや。よっしゃー、どんなもんよ。よかったー、これ、沼る前に追われたのは、ラッキーだった。よし、いいねと。これ、ワンチャン10秒でいけるんじゃないかな。はい。2回でクリアです。ちょっとこれ、もう一回やっていいかな。ごめんなさい。クリア率上げちゃうんですけど、ちょっとね、10秒でいけるかやってみたい。このコースで絶対10秒にしたら難易度跳ね上がると思うんだよな。おい、にゃくそ。まあ、10秒でいけるのかどうかだよな。気になるのが。でも多分いけると思うんだよな。これ何段あるんだろう。なんか、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあ、11、2段くらいだからさ、1秒で2段上がれば、全然余裕でいけるわけさ。あとはなぁ。ちゃんとしっかり安定させていけば。あ、なんかマリオ固まってない？マリオ固まるんだ。無重力状態で死んだら、あんな感じでマリオ固まるんだ。初めて知った。ちょっと待って、これワンチャンあるよ。なぁ、くそくそ、うぅ、もう。いやぁ、これ10秒あるわ。10秒あるわ、これ絶対。焦りは禁物。マジで焦り、焦っちゃダメなんだよこれ。こう焦ったらすぐにこうタイミングずれるからな。よし、ちょっと練習しようか。こんな感じで、うん、落ち着けばいけるんだよちゃんと。落ち着けばいけるからちゃんとね、うん、冷静になろうか。ちょっと練習、うん、オッケー。いけるいけるいける。いけてねえな。バネ当たったか最後こうなるのか。冷静に冷静に。ほいと、ほいと、ほいと。よし、ほいと。オッケー。来てる来てる来てる。来てる。よっしゃい、オッケー。よっしゃー。7秒かな？ 22 秒残しってことは。オッケー。意外と。本気出せばいけた。7秒900か。これ10秒でどこまでいけるんだろう。ちょっとこの、エレスさんかな、俺の動画見てくれてるかな。ちょっと、俺もこのコース作っていいですかね。10秒でどこまでいけるか、なんか究極転生バージョンみたいなのを作ってみたい。許可もらえますでしょうか。まあ、ダメだったらね、ダメだったらもちろんダメでいいよ。うん、エレスさんが自分で作りたいならそれでいいし。もし、俺に、作っていいですよって言ってくれたら、俺ちょっと作ってみたいなって。いやー、面白いコースありがとうございました。さて、最後、カワタンさんの灼熱城のテクニックスピードラン60秒、こちらやっていきましょう。さあ、このね、スピードランで最後、この動画終わりにしましょうか。さて、まずは、ほいほい、投げて、こうこう、Z がやらかした。ほい、Z、よし。で、こういって、こういって、1、2、3、くるっと、おっと、画面外か。よし、いけた。画面外。今俺画面外ってちゃんと噛まずに言えてたから、あぶねえ。ほいっと、よし。あ、ちょっと待って。これ、微調整いるやつだ。ほい、ほい、なーんで。よし。ほい。どうだ？いやー、どうなんだこれ。最大ジャンプキープからのなんかちょっと微調整入れたらなんかうまくいきそうな気がしないでもない。よし、ほい。いけっか？んー、よし、いけた！よし、ほい、投げて、オッケー。で、こっち。んー、そっちかい。よし、いけた、あぶねえ。ほいと、よし。で、カビキック、よし。ほい、くるっとして、よし、オッケー、いけた。
さあ次は何ですか、そっちか。え、空中バネじゃんかよ。ちょっと待って、プロコンのスティックにしてから空中バネじゃん。まだ慣れてないんですよな。慣れてないんですよなってなんだよ。よっし、オッケー。で、こっから、ほいって行って、ほい、くるっと、よし。こんな感じかな？で、くるっくる、置いて、ヒップバネじゃん。ああ、た、届かない。うわー、ここまで対応できたのに。くっそ。よし。ほい、くるっくるっと置いて、ヒップバネじゃん。よし、決めて。うわ、ちょっと待って。うわ、ヒップ耐久か。なるほど。いやーこれもうマジで、むずいテクニックの目白押しって感じだね。もうやりがいがあるわ。くるくる。ほい。よし。で、こっから、ほっといって、こんな感じだね。よし、いけた。オッケー。さあ、こっからは、なんだ ?Z。よし。なあ、これ調整いるんか。くそ。よし。ここちょっと、ゆっくり行こう。落ち着いて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 いけば、なんら問題はないと信じたいが、どうだ？大丈夫か？大丈夫じゃなかった。これ急がないとダメか。これ急がないとボムと噛み合わないわけね。なるほど。1,2,3。オッケー。ほいほい、スピン。オッケー。で、ここ、カビキック。よし。1,2,3、くる。よし。くるくるくる。2段、3段。オッケー。と入って。さあ、こっから、スピン。オッケー。で、飛んで、スピン。よし。2,3,4,5,6。オッケー。で、パウを投げて。で、降りて、カビキック。よし。ほいっと。よし。くるくるくる。順調。さあ、残り34秒。で、空中バネちゃんを決めてしゃがんで、オッケー。踏んで、投げて、くるっと。よし。2。3段、くるくる、で、ヒップバネジャン。よし。いいね。くるっと、で、ヒップ耐久。これはもうお手の物。こんな感じでいいかな？オッケー。残り15秒。さあ、こっから、ほい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 。オッケー、もらった。これはいけたっしょ。さあ、ドア入って、まだある？大丈夫？まだあるかな？どうなんだろう？どうなんだろう？どうなんだろう？よし、危ねえ。危ねえ。ラストなんだよ。怖っ。めっちゃ焦った。ありがとうございました。いや、めっちゃむずかったけど、すげえ楽しかった、これは。いや、このコース選んでよかった。はい、というわけでね、今回この辺で終わりにしたいと思います。動画良かったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter のフォローも待ってます。また次回お会いしましょう。バイバイ。